あの Z, あの Z の1300とこいつやからね。まあ、台の3000入れるやつが。これどこのマフラーだった？ TSR です。TSR、山本レーシング。ちゃうわ。ちゃう、鈴鹿のね。TSR、テクニカルやね。テクニカル。よう間違えるわ、あかんわ。あ、いや、すごいなぁ。さて、すまん、CBX よかったらもうちょっと前出すんだね。嬉しいですね。フルオリジナルやね。オリジナルですよ。ねえ。オリジナルこだわっとんで、まあブレーキだけちょっとね、絡まんで、マスターで書いたけどね。はいはいはい。僕のオリジナルの状態を持ち上げて。いや、よう分かりますわ。うちも500のマッハはフルオリジナルなんですよ。どうすか。うん。だからオリジナルでも、もちろんなかなかね、パーツもないしね。なかなか維持しにくしできないです。だから実は思い切ってこれにしたんです。いや、でもなかなか、うん、見た目はやる感もあるし、ケバケバしいの嫌いでね、うん、いいっすよ、うん、これをほら一本ショックにしたりとか、ええ、言ってますやんか。もうああいうの僕絶対苦手なんですよもう日本は日本でね、うん、6頭やね。6発やね、やっぱし。出すハンドルの出方が全然違う。CBR と全然違うな。CBR、5回ぐらいやったら2回ぐらいで回るかな。彼が R 線乗ってるんですよ古いでしょ。あ、なかなか揺れですわ。モーターやな。めっちゃ重たいから綺麗なんですよ。重たいのがね、絡むんですよ。うん、重たいよー、ほんまにこのバイクは。いけるかな。このままの入ってもらえる油エンジンかかってるのかな。天気の良さそうな時に一回また一回来てください。また一回見てください。はい、はい。